アクシオン福岡は、福岡県福岡市博多区の東平尾公園内に、ある競技場。福岡県立スポーツ科学情報センターと、福岡県立総合プールの2施設の総称である。アクシオン福岡マネージメントグループ、福岡県スポーツ振興センター外3者が、指定管理者となって管理している。1990年の飛び埋め国体開催にあたり、建設された。 アクシオンはスペイン語でアクションを意味する。福岡県立スポーツ科学情報センターはアクシオン福岡を構成する体育館である。メインアリーナは寸法4 6メ3 9ル、面積1794平方メートル、観客席は2000席。バスケットボール、バレーボール、ボクシングなど屋内スポーツに使用され、1995年ユニバーシアードでは バレーボール競技に使用された。現在は B リーグライジングゼファー福岡の本拠地として使用されている。福岡県立総合プールはアクシオン福岡を構成する室内プールである。25メートルプールと50メートルプールがあり、50メートルプールは深さ2メートル以上あり、中学生以下は入場に制限される。また、飛べ込み用プールを備えており、一般車は 利用ができない。1995年ユニバーシアードでは競泳及び飛込競技。2001年世界水泳選手権では飛び込み競技にそれぞれ使用された。ありがとうございます。